ホラズム人民ソビエト共和国は1920年2月にヒバハン国の継承国として作られた国。この時ハーンは民衆の圧力に応じて王位を退いて一市民となり、1920年4月26日、第一ホラズム会議で独立が公式に宣言された。1923年10月20日、ホラズム社会主義ソビエト共和国に名称を変えた。 ホラズム SSR は1925年2月17日まで続き、この後中央アジアを横断する民族協会の一部として、ウズベク SSR とトルクメニ SSR、カラカルパク自治州に分割された。1920年から21年の500ルーブル、高価ホラズム人民民族共和国は、周囲の多くの協会がトルキスタン時期ソビエト社会主義共和国に接しており、 東部では一部ブハラ人民ソビエト共和国と、西部ではキルギスアスアと、北部ではアラル海と接している。面積は62,200平方キロメートルであり、人口は60万人、民族的には、ウズベク人62.5%、トルクメン人28.6%、カラカルパク人3.0%、カザフ人3.5%であった。首都はヒバ。 ありがとうございます。